おはようございます、釣り子 TV です。これじゃじゃじゃーん、シマノって書いてありますけども、 Amazon でねポチッとして釣り竿を1本買ってしまいました。ねえ、こんな感じの梱包で届いてくるんですね。最近なかなか長いものとか発送とかが大変っていうことなんですけども、Amazon でねポチッとしたら、送料込みでね、なんか便利に家まで届いちゃったっていうことで、さてさて何を買ったのかということで、早速ね開封していきたいと思います。シマノって書いてあるね。こっちかな、こっちから開けてみますか。ほっ、あ、結構ね丁寧なね梱包で、緩衝材がこんな感じのが入っていて、で、おお、ほっ、ほっ、長いんでさらにさらに梱包されていて、あ、抜けるか抜けるか抜け、あ、危ない。はいはい、で、あ、この穂先の方がさらにこう折れないようにね、なってますね。お、こうなっているから、こう外せば、おっとっと、ほっほっ、はい、出てきました。こんな感じでバンタム、シマノ書いてありますが、バンタムってこういう袋なんですね。おー、結構ね袋もねかっこいい。これはね、その緩衝材が取れないようにするための、まあ紐なんで、これとかして、まずねこんな感じのバンタムって書いてあって、でここら辺がねこう水はけがいいように小さな穴がいっぱい開いてあって、ここら辺も先端の方メッシュですね。うん、ちょっと濡れたまんまさをこの袋の中にしまっても湿気がねこもらないような、そんな仕様なんですかね。でここにもね番手が書いてあるんですけど、何を買ったのかというと、バンタムの 170UH の SB っていうことで、最強のねパワーを持ったね剛竿を、これをね1本買ってみました。じゃあね早速どんな感じかで、今開ける時も思ったんだけど、ここら辺で持っても曲がんない。これどういうことって、これね袋も入ってますよ。ほんとね、あーやばいぐらい硬い竿買っちゃったかなっていうね、こんな感じの竿なんですけども、開けていきます。でチャックがありますね。はい、ほ、はい、出てきました。はあ、いやー、綺麗な竿ですね。あー、色もねいい感じ、ギンギラギンではないんだけどね、ほんと質実剛健といった感じの、なんかほんとクロームみたいなね、いいグリップの色していて、あ、握りやすいな。うん、軽いね、最強パワーのロットのはずなのに、これねマックス 800g まで背負えるよっていう竿なんですけども、まあ、ジャイアントベイトとかねそういったルアーに対応した竿なんですが、とにかくね軽い。うん、バランスがいいのかな。でもねふとね持った感じもねすんごいね軽い感じがします。で
まあこういう感じで新品で今回買ったんでね、シマノっていうねこういう封印があって、でバンタムっていうことでね、シマノ、あとはここの説明文、はい、ガイド周りもね、このね先端までダブルフットガイドで、トップガイドも結構ねごつい作りなんですけども、めちゃくちゃ大きいってわけでもなく、なおかつねそんな小さいってわけでもない、こういう感じなんだな。でね、まあリールはいろいろなリール試してみたいななんて思うんですけども、ちょうどね去年買ったバンタムがあるんで、まあバンタムにはまずバンタムをつけてみようかなということで、これね装着してみますよ。あー、これはねもうねバンタムバンタムなんで、まあ、あっちあってすごいね手元に重心が来る。このねグリップとかがいい仕事してるのかな、すごいね。やっぱバンタムにバンタムなんでこれはぴったりですね。でもう一つね、今年出たカルカッタコンクエスト200のね DC、 こんなのもねちょっとつけてみたいななんて思いますけどね、あとでまた手元でもやりますが、これなんかもこの竿をね買った時にね、なんかいい感じで重いものとかコンピューター制御でトラブルなく投げれるんじゃないかななんて目論みで買ったんですが、あこれまたいい感じです。あーもうね、おー釣り具屋さんで何回か売ってるのを見かけて、でそのリールがついていない状態では何回も何回もね、あーこういう竿かーね、触ってみたんですけども、これねリールをつけてみるとね、さらにね、あここ、あこういう感じなんだって、もうねほんとね重心がいいとこに来てるからものすごいね軽く感じます。とんでもない剛竿なんだけども、剛竿ってね感じないぐらいの軽快な握り心地と、あと持った時のバランス感、あーこれでね、まあいろいろなちょっとでっかいルアーね、投げれるんじゃないかなっていうことで、で、今回ね糸を通してみてどんなルアーしょったらどんぐらい曲がるかななんていうのね、そういうのもちょっと見ていきたいと思いますよ。あーこのねガイド径が小さすぎないってね、太い糸ね通した時でも多分糸の抜けもいいだろうし、例えば、リーダーを組んだ時なんかも快適にスコココココーンと抜けていってくれるんじゃないかなっていうことで、はい、まあね糸はねこれまだねちょっと細い16ポンドの糸が入ってるんですけども、竿にまあこうルアーをぶら下げた時ねどんな感じでしなるか、そんなのを見ていきたいと思いますよ。はい、じゃあねルアーをねいろいろつけてこんなのぶら下げてみたかったっていうのを試していきたいと思います。まずはねそうだな、これねこの白パターン用に買った海カラーのねブルシューター190、なかなかね重いルアーなんで、結構ねこの手のルアーを買って使った時に今持ってる一番ごつい竿だとちょっとね、まあ投げられるんだけども振り切れない、なんかちょっとね切れちゃいそう、そんなのがあって、でこのごつい竿を買ってみたんですけども、どうでしょうか。お、全然ねしならないね、結構重いルアーなんだけどこれは投げやすそう、ああそういうことなのかってね、この重いルアーとかをぶら下げてみるとよくわかりますね。うん、でもね
決してただ硬いだけではなくて、多少のこう弾力というかね、こういうしなりはあるから、決してただの棒というわけではなくてね、投げやすそうかななんていうふうに、実際ね早く投げてみたいですけども、ブルーシューターのね190、これだと今みたいな感じのしなり方ですね。っていうことはバラムね、ここら辺なんか結構でね、これ海用にちょっとね重りを張ったりしてね、ウェイトもちょっと増やしてるんですけども、こんなやつなんかも結構快適に背負えるんじゃないかな。バラムね、これもね今持っている竿だとちょっとね投げるときによっこいしょっていう感じになるんで、いまいちね怖くて振り切れなかったっていうのがあるんですけども、はい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 、おー、あー、バラムでもね全然しならないね。あー、これはね投げやすそう。で、このね、グリップエンドとここの、この感じ、持った感じがね、ほんと絶妙なんですよね。ここだけだとさすがに手首がね、今、プルプルプルってするんですけど、このね、ちょうどいいグリップエンドの長さ。あー、これはね、こういった重いルアー、やっぱり投げやすそうだな、ということで、ちょっと投げるの竿がないからどうしようなんていつもちょっと悩んでいたバラムも全然ね背負えてますよ。当たり前ですよね。これ何グラムだっけ、800グラムまで背負える竿ですからね。バンタム力強いで、なおかつね長すぎないんですよね。結構7フィートっていう本当短いレングスだから、なんていうかな、ちょっと小技を利かしてアクションをいっぱいつけたいななんていう時もやりやすいんじゃないかなと思って、で、そう、小技を利かせるというか、もうほんとねこれですよね、去年出たメガドッグ、これなんかを、まあね、結構今持っている竿でこれはね軽快に投げれるんですけども、ちょっとね、もっと竿がアクションさせるとグイングイングインってね竿先が入りすぎちゃって、まあそれによってノリが良かったとかはあると思うんですけども、ただこういうごっつい針がついてますんで、いざ食った時にねバシッとね透明の魚でもかけたいね。ここら辺もね7フィートのそのちょっと、あ、ここら辺は余裕ですね。遠くでもこういうもうバカでかいねペンシルベイトとかにねパッ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 ってうまいことアクションつけたいなっていうことで、ほんとねただの棒っていうよりも先端がちょっとこうちゃんとしなってくれるから、多分ねアクションつけやすいんじゃないかな。あといざ魚が出た時にフッキングしやすいんじゃないかななんていう風に思いますよ。メガドッグ、まあねいろんな竿で今年まだ試してみたいなとは思ってるんですけども、そんなにねいっぱいごつい竿を積めない状況、そんな時にね、これが1本あればだいたい大きいの重め全部いけるよってなるともっと助かるなと思って、はい、お次はねジョインテッドクローのマグナムね、自分の手持ちの中でこれが一番大きなサイズなんですけども、これはね、使いやすそうですね。どうだろう、まあちょっと硬すぎるのかなっていう風になっちゃうのかな。でもジョインテッドクローの尺腕ね、あれまだ持ってないんですけども、竿を買うのが先か尺腕のルアーを買うのが先かね、どっちしようかななんていう、もうね、ほんとね、迷う感じなので、とりあえずね、この竿があれば、マグナムもこんだけ余裕でしょいるので、まあね、そうですね、尺腕ゲームとかにも今年はトライできるんじゃないかな、ね、
とりあえずね、今手持ちのジョイテッドクローマグナムでは本当ね、無理のない感じで、今みたいなね、ちょっとね、先端が入るぐらいだから、こう多分竿がね、張りがあるからパンパンってね、キレのあるね、食わせのダートアクションが入力しやすいんじゃないかなね。はい、じゃあね、次は、これね、このルアーを購入したことによって、あれやべえ、投げれる竿ないぞ、何か買わなきゃなね。今のところ今手持ちで持っているごつい竿でね、実際これ何回か投げてきたんですけども、どうしてもね、こう竿がしなりすぎちゃって、おっかなびっくりのねキャストになってしまっていたんですけども、そう、それでまあデプスのストロングマインドとかね、あとはガンクラフトのシャクワンとかツララとかね、各メーカーからいろいろなごついね、ジャイアントベイト用のロット出てますがね、これがしょいたかったというかね、しょえる竿がなかった。あー、はい、さすがに少ししなりますね。ただ全然いけてるね。で、ほんとこの手元のこの持ちやすさというかね、バランスの良さで、これだったらほんとね、今ね持っているごつい竿だとね、竿がねグニューンって曲がっちゃって、ブチューってねちぎれちゃいそうだなってのがあったんですけども、あー、全然まだまだね、無理がない、使いやすそうにすら感じますね。まあ実際にね、釣り場で早く泳がしてみたいんだけど、そう、こんなね組み合わせの釣りがしたくて、でそれでもね、やっぱり高切れとかね、飛ばし切れっていうのが怖いなぁなんて思って、それで今回ですね、このカルカッタコンクエストを DC の200を買ったっていうのもあるんですよね。コンピューター制御でもう本当にね、ビビることなくキャイーンって言ってね、で今はね、いろんなルアー投げるために16ポンドのクロロカーボンラインっていうのを入れてるんですけども、80ポンドとかね、ちょっと太めの P ラインを入れて、でこの竿に組み合わせればね、怖くなく投げれるようになるんじゃないかななんて思って買ってみたんですが、ほんとね、あー、これはこれは俺でも怖くなく投げれちゃうかもね。はい、こんなしなり具合でございます。全然ねいけちゃうよっていう感じですね。おいおいおい、でそう、これね、尺腕超えですよね。ガンクラフトのキープキャストで手に入れたジョインテッドクロー1780くん、これしょえるんじゃないかな、どうかな。まあちょっとね、天井打ちそんなに高くないので、どうかな、持ち上がるか、ちょっとでもこれ試してみたいな。いきなり買って早々これで折れたりしたらな、さすがに保証も効かなそうですよね。何やったんですかって、1780っていうね、ルアーを持ち上げたら折れちゃったなんて言っても、絶対これ、シマノ取り合ってくれなさそうですが、まぁ、ちょっと無理のない範囲でね、無理のない範囲でどんな感じか、はい、ジョインテッドクロー1780、これにね、繋いでみましたよ、バンタム。ね、どうかな、持ち上がるかな。俺の腰が先に行く、俺の腰が、あとね尻尾だけなんだけども、はい、一瞬ね、一応いけちゃいそうでしたね。ここら辺のバットはまだ全然曲がってない。
うん、ここら辺の胴はねよく曲がるけど、まあ、ちょっとね竿の曲がり方の参考ぐらい、このぐらいのまあそうですね重いものを処和した時にこうどうですか、後ろがこんな感じだから見えますかね。うん、レギュラーというかですね、そうですね、先上司ではないんだけど、この先端の方のね、73調子って感じで、綺麗に曲がってますね。で、これ結構重いものなんで、まあ、さすがにこんな大きな魚、なかなかかけれる機会もないと思うんですけども、ただ、そうですね、ただ硬いだけじゃなくて、こう、しっかり負荷がかかると、綺麗に曲がってくれるっていうのはこうもうねこれちょっと竿保持してるのも大変なぐらいね。はあ、ここのねバット部分になんかほんと弩球のパワーを秘めているっていうのをねちょっと今もう汗かいちゃいましたけどね、ジョインテッドクロー1780くんね頑張ってもらいましたが、やるんだったらやれるぜっていう感じはすごい感じました。はい、じゃあね具体的などんなね装飾なのかパーツなのか、あとは技術特性とかね、そこら辺はあの手元の動画で、見ていきたいと思います。引き続きお願いいたします。はい、じゃあ手元の方ではね引き続き各部のパーツを見ていきたいと思います。まずはねこの三千と輝くバンタム、シンプルですね、こうもうほんとシンプルにバンタムっていう感じで書いてあって、でリールシートがねこんな感じなんですよね。ここがねバンタムシリーズだとコルク仕様なイメージですけども、この機種だけですね今のところだと思うんですけども、こういう感じのね素材で滑りづらいっていうことなのかな、よりでグリップエンドはこうありまして、ほんとねこの長さが絶妙なんですよね。なんか今実際に重たいルアーを背負ってみて、あ、へーってね、あーうん、そっかーっていうね、ほんとね、無理なく重いものが持てる。で、多分振り抜けるようになるんじゃないかなって、このね、グリップエンドの長さっていうのが一つ肝なんじゃないかなと。で、裏にはね、こう、何オスまで背負えるよとかですね、 PMAX、10、ね、15まで使えるよっていうことなのかな、レングスは、7フィートだよっていうようなこととか、あとシマノとかですね、あとここね、こうね、ここがね技術特性がダブルで入っているっていうね、これがね肝みたいなんですけども、最新鋭のスパイラル X コアと、ハイパワー X が両方装備されているよ。ブランコをよく見ると、あの、島の独特のですね、こう、X でこう巻かれたカーボンテープというのか、はい、こんな感じで、ね、先端まで、このカーボンテープが、今ね、これリールつけたまんま、こうやって持ってるんですけども、ね、こう持てちゃうね。まあ、こんなことしてると折れるかもしれないんで、よくないんですけど、まあ、トップガイドはこんな感じで、で、ここら辺までこうね、スパイラル X コアとかになるんですかね、ハイパワー X になるんですかね、こんな感じで、でガイドはね結構大きめですよね。で先端までダブルフットガイドで、まあこのトップガイドはこんな感じですけども、ここの部位までですね全部こうダブルフットね、なんだろうね、ほんとかっちりした作り込みですよね。あー、これはね大きなルアーね安心して任せられるぞみたいな、そんな感じなんじゃないかなと思いますけど、こんな感じでね、あの竿を買ってで、まあ、新品で買ったんでいろいろですねこんな素材が使われてるよなんていう説明書きがあるんで、まずはねこの竿どんな竿なのかってね、このね書いてあるんでちょっと見ていきたいと思いますよ。バンタム 170UHSB、世界記録のバスを視野に入れたキング・オブ・スペックロッドがバンタムから誕生。過去に存在しなかったパワークラス UH ウルトラヘビーは高強度素材を採用してさらに強くなって進化したスパイラル X コアと、荷重をかければティップからじわじわと曲がる絶妙な粘りのビッグテーパー設計を融合させることで、
800g に迫るジャイアントビッグベイトをキャストした際の超高負荷に耐えうる強度と安定したキャスト性能を実現。そしてレングスは振り抜けることを重視した7フィートに設定することでキャスト精度も飛躍的に向上、狙ったポイントへ正確にアプローチすることができ、ストラクチャーの際などをトレースして警戒心の高いモンスタークラスのバスを誘い出して仕留めることができます。記録に挑戦し続けることを止めない本気のアングラーをバンタムがまた一つ満たしていくということで、こう上がるね、説明文がこんな風に書いてありまして、でここにね、あのスパイラル X コアについてのね、説明文が、ついてきましたよ。魚を取るためのシマノだけのテクノロジー、シマノ独自の設計製造方法により曲げ、ねじれ、潰れ、あらゆる方向に対してさらなる高強度化を徹底追求、ロッド性能を根幹から高めるシマノ独自の基本構造スパイラル X にトーレのナノアロイテクノロジーなどによる高強度材を用いたカーボンスリットテープを使用ということで、ここにね、さらにそのじゃあトーレのナノアロイとは何ぞやということでね、これね、ここにね、こんな感じのトーレのねタグもついてくるわけなんですが、この製品はトーレのナノアロイ技術を適用したマトリックス樹脂を使用しております。ナノアロイ技術とは複数のポリマーをナノメートルオーダーで微分散させることで従来材料と比較して飛躍的な特性向上を発現させることができるトーレ独自の革新的微細構造制御技術です。ということでね、これね、ナノアロイってのね、このトーレが作った最新鋭のこのカーボンシートの技術によって竿がまた一段階次のステップにね、でその素材をどう料理するかって各メーカーの腕の見せ所なのかななんていう風に感じますけども、シマノはこのナノアロイ技術を使ってさらに進化したこのスパイラル X コアというですね、こういった技術特性の竿を出してきたよってね、それはこのバンタムで体感できるよ、めちゃくちゃ強度が高いよって、こういうことみたいなんですけどね。でまあね、この紙にはどんなものが投げれるよなんていうのがね書いてありますけども、まずねこの竿の自重ね、あ、267g っていうことで、あーそっか、あーだからこれ合わせても 500g、 なんかねほんと今ずっとね片手でこうやってつまむように持ってますけども、そんな感じね、なんというかジャイアントベイトを投げるからって言ってほんとめちゃくちゃ重いってわけじゃないんですよね、こうなんかね手でつまめる感じなんですよ。でまあ次数は1本ね、これここで外れたりはしません、1本で、できてますということで、あとはですね、ルアーウェイトマックス 800g、マックス28オンスってことでね、28オンスのルアーを使うことは俺はないので、今のところですね。まあ、もう必要十分ね。これで今、ちょっと投げたいなぁなんて思っていたルアーは大体投げれます。で、使用材料はカーボン繊維 91.8%、グラス、その他の繊維が 8.2% だよということで、そんな感じでね、こう。バンタム、ね、なんかね全体的にデザインがこう渋いですね。はい、こんな感じで、開封してみましたが、もちろんねブラックバスではね頑張って使っていろんな重いルアー投げていきたいななんて思うんですけども、これを買ったのはねほんとね秋口のこの白パターンでね、ビッグシーバスを狙うビッグベイト、ジャイアントベイトで狙うスズキ釣り、それに向けてねどうしても欲しかった一本。まあ雨の日とかね本当なんか雰囲気があるな、チャンスがありそうだななんていう時はこれでもちろんですね、でっかいルアーを投げてブラックバスもね狙っていきたいななんて思うんですけども、これで照準にしてるのはまあできればね95アップね、なんとか95アップの鈴木狙っていきたいなっていうことで、それでもってちょっとね高かったんですけども奮発して買ってみました。
というわけで、まあね、ちょいちょいね、動画の方でもこのサムネ、まあ本当7フィートっていうことで、なんていうかな、今持ってるごつい竿だとですね、どうしてもレンタルボートとかからね、竿先がはみ出しちゃったりね、長すぎるっていう竿がいっぱいあったんですけども、このね7フィートに収めてくれたっていうことで、結構ねこうレンタルボートになんかもね乗しておきやすいのかな。でこれ乗しておくことによって、今までちょっと投げるのを躊躇したようなルアーなんかも、やってみようかなって思えるようになるんじゃないかなということで、期待しております。そんなね、実況動画も、まあ、できればね釣れた動画なんかもどんどん上げていきたいと思いますので、ぜひですねチャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いいたします。またね、まあどうだろう、イサを買ったねって思った人はぜひね、いいねボタンもお願いいたします。というわけで本日の釣り講 TV はこちら。ね、シマノのバンタムの最強のロット、170UH の SB。これを買ってきたよ。こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。